ということでですね、今日もありがとうございます。今日は2月14日バレンタインデーということで、チョコのお話をちょこっとあの照れるくらいなら言うなって、はいはい、チョコのお話をちょこっとしていきたいと思います。チョコだけにですよ。はい。ねえ、チョコ、美味しいですよね。はい。皆さんは、どんなのがお好きでしょうか。あれ、ここ数年はですね、すっかりこう、ビーントゥーバー系のお店もね、だいぶ増えましたよね。チョコレートの種類もすごい増えてね、お店も増えたりしましたね。まあでもそういうマニアックなところ行くとちょっと長くなるので、今日は好みの話をサクッとしていきたいかなと思うんですが、皆さんね、まあとりあえず、チョコレートのお菓子とか入ってくるとすっごいいっぱいになるし、あと中身が、いろいろあったりとかね、なってくるので、今日はチョコレートというものの、近年あるチョコレートというものの塊的な、話で、とりあえず行きますよ。だから、ブラックみたいなやつとか、甘いミルクチョコとかね。あと、まず、ほら、ブラックとホワイトあるじゃないですか。ね。ブラック&ホワイト。ね。そう、だからホワイトチョコが好き派とか、多分いろいろあるんですけど、私はホワイトなんですけど、いいの。ホワイトちゃんだからブラックが好きでいいんだと思うんだけど、私は、ブラックチョコが好きです。まず。ね、それで、ビター系が好きです。ね、具体的に言うと、70以上くらいかな。メーカーさんとか、なんか、例えば、ちょっと香料とか、お豆の種類とかによって、多分70以上のいろんなこう、バランスって結構変わってくるので、80ぐらいとかでも、苦すぎずでとても美味しいものもあるなと思うんですけど、私はね、どっちかっていうと、こう、お砂糖が全面に出てないぐらいの感じの比率のものがすごく好きですね。ほら、チョコといえば甘くなくちゃというタイプの方には、ちょっともしかしたら70って結構苦いかもしれないのですけど、私は割とその、お砂糖よりも、我はチョコなりっていうね、感じの、ビター系のチョコが好きだなぁと思ってます。そういえばですね、昔ね、ショコラの魔法っていう作品で、ショコラティエールの役をやっていたんですけど、その時に、そうだ、フランス行こうと思って、ほら、ショコラといえば、ショコラティエといえば、ショコラティエールといえば、と思って、で、パリのね、フランスのね、チョコレート博物館に行って、勉強した思い出があるな。いつかね、これも機会があったらお話ししたいなって思います。そんなこんなで、皆さんはですね、どんなチョコがお好きでしょうか？あとほら、いっぱい食べるのが好き派みたいなのと、ちょっとつまみながら、例えばコーヒーを飲むのが好きとかね。なんかそういう派とかもいらっしゃるかなって思うんですけど。よろしかったらコメント欄で、そんな、皆さんのお好みとかも聞かせていただけたら嬉しいなって思います。あと、おすすめのビターでブラックな感じの、超おすすめ、チョコとかあったら、教えていただいたら試してみようかなって思ってますよ。例えばコーヒーとか、あとそうね、飲み物で言うとなんかちょっと真逆な気しちゃうけど、ブラックコーヒーとか、例えばホットミルクとかで、ちょっとつまむ
のにすごく良さそうな、あのビターチョコとかご存知の方はぜひぜひ教えてください。楽しみにしています。ということでね、今日のハッピーバレンタイン、楽しく過ごせたらいいなって思っています。日本ではなんかチョコレートを、送り合うというか送るような日みたいな感じになっているので、今日はチョコレートのお話をしてみましたよ。それではね、またね。 from ゆかな、あ、今日も聞いてくれて、聞いてくれてどうもありがとう。それではまたね。